回はですね、自作の煙突出し、このようなものを作ってみました。板を2枚貼り合わせた状態で、ここに長板を使ってですね、このように開いたりしまったりできる形になっています。そしてですね、こちらのこの布なんですが、これは溶接の時に使う養生で不燃の布になってます。これは煙突をここから出す時に一応燃えてはいけないので、不燃のこういった布を、ちょっとこういったものをテントのとこから出す際にですね、どうしてもやはり隙間風が入ってくるので、こういった布を覆うことでできるだけ風が入ってこない、冷気が入ってこないようにしています。このような自作を作ったのはですね、今回は DOD のかまぼこテント2で薪ストーブを設置するんですが、このようなものであればどんなテントでも外への入り口のところに挟むだけなので、ワンポールテントなんかだと上出しをするんですが、そういった風にできないテントだと横出しをするために、こういった自作のものを作って設置します。この穴なんですが、これは一応自分の煙突の回数に合わせた穴を開けます。そしてこの布なんですが、なぜこんな中途半端な貼り方をするかというと、このような風に下に余裕を持たせることによって、隙間風を防ぐことができるのと、ピラピラを残しているのはまくった時のテントを後でここで止めるというために、わざとこのように残してあります。では設置してみたいと思います。まずはですね、このようなテントの出入り口のところにちょうどこのように開けて三角の状態で、最後までファスナーを下げます。そしてですね、この先ほど言ってたピラピラ残していた部分、ここにこの開いた入り口の部分を一緒にぐるぐると巻きつけて、クリップなどでこう留めます。こんな感じですね、反対側も。わかりますかね、だいたいこんな感じになります。次は煙突を出してみます。煙突ですが、これが本体から出てくる、ちょうどこのここから出てくるものになるんですが、一応ですね、用心のために断熱のガラスウールを巻きつけた上に、さらにこのような触っても大丈夫なようなこういった網がありますので、こういったのを巻いてます。こういったものを巻いてても結構触れないぐらいの暑さにはなっちゃうので、このように出した時に燃やしてしまっている方っていうのは見かけるんで、かなりな熱になるんで、夜になると分かるんですが、ちょうど本体から出てくるこの辺りが、煙突自体が真っ赤になるぐらいに燃やし方によってはなるので、できるだけこれだけ厳重な形を作っています。このようにですね、煙突をテントから出してで立てましたら、次この煙突の固定になるんですが、煙突が倒れないようにですね、こういったホームセンターで売っている鉄筋を購入してきまして、それを打ち付けて、このようにある程度打ち付けて動かない状態にします。そしてですね、事前にこのような、本来煙突自体をですね、接合部分に外れないようにするような、こういった金具が売ってるんですが、それと一緒に鉄筋を縛り付けます。これはドライバー等で締めるとどんどん締まっていく構造になってますので、
こういうのをつければ煙突が動かなくなります。このようにですね、鉄筋で下から、鉄筋をある程度下に打たなきゃいけませんが、このように縛り付けてしまえば、よっぽど風が強くない限り、まあ大丈夫です。ただ風が強い日などはちょっと心配なので、今回はやっていませんが、この煙突の先にですね、先ほどの鉄筋を縛ったものと同じリングをつけてですね、そのリングにさらにちっちゃな輪っか、キーホルダーなどで使うような輪っかをつけて、そこからロープを下に下ろして自在金具をつけてペグ打ちすれば、まず風が吹いても大丈夫なようになります。今回は風がほとんどないので打つこともないですが、風が出そうだなとか、広い高原だとか河原だとか風が強くなりそうな時は、そういった処置をします。煙突の支えなんですが、まあ、このような鉄筋と、もう一つこういった輪っかで足がついたもの、本来ですね、煙突を家とかで使う時に壁などから引き離して、煙突を安定させる、こういった金具が、これもホームセンターとかで売ってます。こういったものを足支えとして使ってます。これはですね、先ほど言ったみたいに壁から距離を離すための足の伸び縮みがあるので、高さが調節できるのでとても使いやすいです。これで中の薪ストーブと高さを合わせて足の長さを出せば、平行に煙突を出すことができます。設置完了です。中がこんな感じで、外がこういう感じですね。自作で煙突出しを作ってしまえば、ファスナーがあって出入りができるテントであれば、このようにすぐ設置ができるので、薪ストーブをテントの中で引用して冬場のキャンプを楽しむことができるようになります。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。